です。今回逆なのね。みっちゃりみちゃん今日は元気ですね。ひょう今日元気だね。ね。めっちゃ元気や、ね、いつも。いつも。いや、いつもこんな声でかくないよね。トヒヒ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 ヒ。なんちゅう笑い。じゃあ今日は何ですか。今日ですね、ドンキで買ってきた T シャツがあるんですけど、そちらをね、紹介していきたいと思います。はい。買ったって感じですかね。そうなんですよね。ついに買っちゃった、ね、まさか買うとは思ってなかったものを買ってしまったね。はい、はい、見せてじゃまずしほちゃん2枚、りみちゃん2枚で買ったから、じゃそれぞれやってね。はい、じゃまずしーちゃんからまずね、映ってますかね。私が買った T シャツがですね、こちらです。可愛くない？はい、おちゃことつゆちゃんがね、写ってる T シャツです。にも久しぶりにヒロアカ見た。ヒロアカだね、これは。ヒロアカ、僕のヒーローアカデミアのね、なんですけど、マジで可愛いと思って。そうなんですよ、一回島村にね、あ、行ったね。ヒロアカの T シャツを求めに行ったんですけど、売り切れだったね。あのヴィランの方しかなくて、もう一つの方が欲しかったんですけど、お目当ての商品がなくて買って買えなかったんです。今回は別にこの T シャツを買いに行ったわけじゃなくて、別のものを買いに行ったら、たまたまこれがあったの。レジに並んで帰ろうとしたの、その時にあってさ、そうと思って見た瞬間テンション上がったよね。そうだね。はい、はい、じゃあ次2枚目は、2枚目はですね約ネバです。約束のネバーランドの T シャツです。こちら、そうね、こちら今回黒で数字が書いてあるんですよ、で真ん中のね、段の数字がエマ、で上がノーマン、下がレイのね、番号になっててね、もう可愛いと思って。で裏にはね、3人のプリントがあります。はい、なるほど。もう可愛くない？めっちゃ可愛いと思って。可愛いしか言えないんだけど、もう可愛いなと。あ、ごめん。と。それがもう最後の1枚だったね、このまま。そうなんですよ。白いのがもうなくて。そう、白いバージョンもあったんだけど、それは売り切れてたね。で、白がラストです、ね。はい。まあでも、部屋着として着る予定なので、ちょっと L なんですけど、はい、ダボっとね。はい。はい、じゃあ次、リミちゃんは。リミの2つ目。うん。きれい。これは何でしょう。ノーマン。ノーマンってことは約束のネバーランドだね。ノーマン。入ってるかな。入ってるね。リミはノーマンが好きなの？そう。ノーマン大好きなの。ノーマン推しなの。女の子みたい。ああ。リミも約ネバーは好きなんだよね。私ヤクネバリミの方が好きだと思う。そうだよね。それぐらい。ヤクネバリミ大好き。大好きだよね。でも終わっちゃったよね。そうね。後ろはどうなってるの？多分書いてない。後ろは何も書いてないか。書いてない。あ、本当だ。オッケー。じゃあ次もう一枚は？もう一枚はね、鬼滅。お、出ました鬼滅。鬼滅。あ、それ後ろね、後ろは何も書いてないね。きれい。じゃーん。はい。リミちゃんの推しのムイくんですね。はい。リミちゃんムイくん大好きだからね。大好き。はい。鬼滅の T シャツは初めてだよね。なんだかんだ言って今までね。初めて見たかも。靴いろいろ持ってるけど、T シャツは初めてでしたね。はい。リミちゃん、のびちゃんも引っ張ると。はい。じゃあせっかくなので、着てみましょう。
はい、行きますか。どっち？どれ切る？情報着よう、せっかくだから。どっち？じゃあ、ヤクネバ揃ってるから、ヤクネバ二人でまず着替えて、その後、しーちゃんはヒロアカ、リミはムイくんにしよっか。はい。はい、じゃあ、お着替えしてきまーす。何してんの？ノーマンに何？叩いちゃダメでしょ、ノーマン。ダメだよ。なぜって言おうよ。ノーマン。はい、ということで着替えました。え、めっちゃ可愛くない？うん、いいじゃん。めっちゃ可愛いと思う。そんなに大きいって感じしないね。ダボ、もっとダボダボ感あるかなと思って。ここほんと可愛いんだけど、ここ可愛くない？後ろもじゃあしーちゃんせっかくだから見せてもらおうか。リミちゃん後ろ真っ黒だけど、しほちゃんはこういう感じで、まあいいじゃん、いいじゃん。エマとノーマとレイのね、写真がね、プリントされてる。どうですか、2人とも着心地は。いや、もう本当にいいや、本当に、本当になんか動きやすいっていうか、なんていうか。あ、まあね、リミも、リミはちょっと大きいけど、やっぱりまあでも、いつもダボダボだからね、着てんの、ね、ダボダボ、寒い。ちょっと今、クーラー効いてるからね。はい、じゃあいいじゃないですか。ここまで聞いてなくない？まあね、リミ寒がりなんだよね。そうなんです。私暑がりで、リミ寒がりっていう。そう。はい、じゃあね、はい、次、もう一枚も着替えちゃいましょう。ほい。こちらですよ、こちら。はい。こちらに。はい。はい、じゃあ2枚目も着てみました。こんな感じでーす。かわいいよね。しほちゃんはヒロアカの方の T シャツ白だね、今度はね。もういい、もういい。リミはもうムイくんだね、ボーンとね。で、ムイくんの T シャツが一番高いです。これ2000円超え、2600いくらだっけ。2600くらい。そうだよね。で、他は1290円。はい。ムイくん、やっぱね、鬼滅は高いですね。高いよね。高級品ですね。でもちょっとやっぱ生地もちゃんとしっかりしてるのは鬼滅だよね。ちょっと分厚めの。ムイの方が儲かってる。うん、儲かってる。そういう鬼滅の方が儲かってる。でもやっぱ大々的に、店のね、このディスプレイとかも一番目立ってたのはもう本当やっぱ鬼滅がダーンダーンダーンって感じだったよね、うん、でもう鬼滅の服がいっぱいあって、見てたらちょこっとそこの脇に広がった、ヒロアカとヤクネバのコーナーがあった。はい、はい、ということで今回初めてね買ってみました。こういうなんかアニメの T シャツ。そうなんですよ。絶対買わないだろうなと思ってたんだけど、でも一回行ったよね、島村。そう、一回行ったけどね。うんうん、行った行った。まあついに買う時が来たということで、まあそこまでね好きなんだなと思って、ママはもうまあ部屋着なのでね、これ着て外に行くことはまず多分ないかなという、はい、ね、お家で着るようなので、ちょうどね夏着てたあの T シャツがちょっとヨレヨレしてきたので、部屋着がね。そうなんですね。まあ良かったかな、新調できて。まあ夏ももうすぐ終わりだけど、まだまだ暑いのでね。暑いよね、今年なんか。しばらくまだ半袖で行けるというか、行かないと暑いからね。はい、はい、いいんじゃない、リミちゃんも。どう？え、めっちゃ可愛いよね。うん。どっちが好き、リミ、あ、しーちゃん、ヤクネバとヒロアカ。どっちも迷う。リミはムイくんとヤクネバどっち？ムイくん。ムイくんがいい、やっぱり。ノーマンよりムイくんだね。リミ、シーちゃんのだったらこっち。あー。え、どっちも。どっちもお茶子も好き。うん、お茶子、お茶子しか知らない。ということでね、はい、こんな感じで、まあちょっと買ってみたので紹介してみました。はい。はい、これでね、寝たいと思います。はい。バイバイ。それでは、バイバイ。バイバイ。